第二次マチャイアスの海戦は、アメリカ独立戦争の1777年8月13日から14日に、起こったイギリス軍の水陸共同作戦による襲撃である。当時は、マサチューセッツ湾植民地。現在は、メイン州となっているマチャイアスの港付近で、戦いが起こり、地元民兵と同盟インディアンが、イギリス軍の上陸を阻止した。イギリス海軍。 ジョージ・コリアー海軍大将が率いたこの襲撃は1776年11月に包囲されたノバスコシアのカンバーランド砦に対して2回目の攻撃を阻止するために実行された。イギリス軍はマチャイアスの下流で上陸し船舶一隻を捕獲し倉庫を襲撃した。この襲撃の成果については論議が定まっていない。コリアーは カンバーランド砦に対する攻撃のための軍事物資を破壊したことで成功だと主張し、守備側はマチャイアス占領を阻止し、イギリス軍を撃退したと主張した。マサチューセッツ湾植民地の東部地区にある小さな町マチャイアスは現在メイン州に属している。ここはアメリカ独立戦争の開戦以来、イギリス海軍当局にとって常に棘であり続けていた。 1775年6月、マチャイアスの市民が立ち上がって、イギリス軍の召喚艇を捕獲しており、その後は、試略船の基地になっていた。1777年、ノバスコシアを脱出してきたジョン・アレンが、第二次大陸会議から、ノバスコシア西部に愛国者の拠点を築くための遠征隊を編成する、ことを承認された。大陸会議はアランに3000名の兵士を重募する、 ことを認めていたが、マサチューセッツ湾植民地政府はアランを大佐に任官し、セントジョン川流域で拠点を築くために、東部で一個連隊を立ち上げる権限を与えただけだった。アランはその拠点をマチャイアスに置き、6月までに40名ほどの兵士をセントジョン川流域に上陸させた。しかし、ハリファックスのイギリス軍当局はアランの任務について情報を入手し、 6月23日には大部隊をセントジョン川に届けさせた。セントジョン川川口近くの開拓地にアランが配置した兵士はイギリス軍と小競り合いを行い、その後上流に撤退した。アランはその小部隊が撤退を強いられた後で、マチャイアスまで困難な陸路をたどって戻ることになった。この工程でアランは同調的なマリシート族インディアンを アメリカ側につくよう説得し多くの火星を得ることに成功した。8月初旬、マサチューセッツ暫定議会はアップステートニューヨークでイギリス軍ジョン・バーゴイン将軍の軍隊によって差し迫った脅威が生じたためにアランの遠征隊に乗母した部隊を解体することを決めた。1776年のマチャイアスワンの海図、マチャイアスの街は上部にある。マチャイアス湾は 現在のメイン州東部の海岸にある。マチャイアス港は、マチャイアス川が湾に注ぐ、地点近くにある。カンバーランド砦に対する攻撃作戦を含む、アランの念入りな作戦を記した文書が、セントジョン側の戦闘中に奪われ、ハリファックス海軍基地にいるマリオット・アーバスノット、提督の副司令、ジョージ・コリアー大将の手に渡った。前年にカンバーランド取に対する攻撃があったので、 コリアーはすぐに動き出した。コリアーはアランの作戦基地であり、その兵士の多くの募集源でもあるマチャイアスへの襲撃を計画した。ハリファックス中東の陸上部隊指揮官エア、マッシー将軍とコリアーは不仲だったので、陸軍部隊を加えずに遠征を始めることにした。7月下旬にフリーゲート艦 HMS レインボーとブリック艦ブロンドでハリファックスを出港し、 上艦している海兵を上陸作戦に使うことにしていた。マチャイアスへ向かう途中でフリゲート艦 HMS マーメイドとスループ艦ホープが合流した。マチャイアスの防衛部隊はジョナサン・エディ大佐が指揮する地元民兵隊で構成されていた。エディは1776年にカンバーランド取を攻撃した時の指揮官だった。エディは イギリス軍が攻撃を仕掛けてくると警告を受けていた。民兵は、マチャイアス川を渡す網場を設け、上流にはいくつかの土モリ保留を建設し、地元市略船から取り上げた大砲を据えた。この守備には、マリシート族、パサマクオデ族、ペノブスコット族インディアンから40内し50名の戦士が折りよく加わった。これは、アラン大佐が、 その遠征に障害が起きていることを説明するために、マチャイアスに呼び寄せていたものだった。コリアーの艦隊は、ノバスコシアのハリファックスを出航した後に、8月13日、早くに河口に到着した。ホープには123名の海兵を上艦させており、これとブロンドに上流へ向かうよう命じた。その知らせが、守備側民兵隊に届き、 これに対抗するために35名の兵士が集合した。艦船が網場のところまで来ると、両軍の間に銃撃戦が始まった。その日は民兵の抵抗で、イギリス軍の上陸を食い止めることができた。翌朝早く、霧に紛れて海兵が上陸した。この部隊は網場を切り放ち、木材を積んでいたスループ船を捕獲し、倉庫に火をつけ、小麦粉、米、とうもろこし、 靴、弾薬などを押収した後で艦船に戻った。艦船二隻はさらに上流に移動し、マチャイアスの街そのものに接近した。その過程では、民兵や同盟インディアンが上陸の可能性をなくする、ために岸に陣取り、マスケット銃や大砲を撃ちかけて抵抗していた。夕闇が訪れると、インディアンは歌ったり叫んだりして、その勢力が多く思われるようにしたとされている。 この時点ですべての者のが大いに驚いたことに、怒りを下ろして半時間も経たないブリック艦とスループ艦が一発の砲弾も放たないままに、揚げしに逆らって下流に下り始めた。白母の中を下ったホープは途中で座礁した。民兵隊は近くの岸に旋回砲を持ち出し、翼朝砲撃を加える準備をしていたが、ホープは満潮で離章し、マチャイアスワンに向かった。 ジョナサン・エリ・タイサー・アラン・大佐はこの民兵隊の成功をイギリス軍が罠にはまることを警戒したためとしていた。また存在にも別の戦闘に遭うことを期待し、この戦争であのような殺戮があったバンカーヒルの戦いを除けば戦闘ではないとも記した。アメリカ側の推計によるイギリス軍の被害は40名、ないし100名とし、一方自軍側は1名戦死、1名負傷としていた。 イギリス軍は、その損失を3名戦士、18名負傷と報告し、その多くはホープが座礁した時に被ったとしている。コリアーは、マチャイアスを離れた後で、メインの海岸を航行し、小さなアメリカの船舶を捕獲し、シープスコット川沿岸の集落を襲撃した。そこではフランスに向けて、マスト用木材を積んでいたフリゲートを捕獲した。コリアーは、その報告書で、 この任務は成功であると宣言し、ノバスコシアに対する次の侵略をうまく阻止できたと主張していた。また、あと100名の兵士がおれば、マチャイアスの街の破壊が完遂できていたとも考えた。この遠征に自体が参加することに備えていたが、ハリファックスからのコリアーの突然の出発で除外されていたマッシー将軍は、コリアーがマチャイアス破壊の全功績を望んでいたのであり、 ハリファックスから抜け出して、マチャイアスに無益な攻撃を行い、恥ずかしくも撃退された。と記していた。独立戦争中に、マチャイアスに対する次の攻撃はなかった。ただし、1779年にイギリス軍がメインのキャスタインを占領し、ニューアイルランド植民地を作った時はいくらか孤立した。コリアーは、 愛国者のペノブスコット遠征に対してニューアイルランドに戻って防衛に成功した。米英戦争の時にマチャイアスなどメイン州東部はイギリス軍に占領され、再度イギリスはニューアイルランド植民地を作ったが終戦後にアメリカ合衆国の支配下に戻された。ありがとうございます。